前回のボールリレーは、次は渋田レオン選手です。踊って自己紹介してもらいます。踊りながら自己紹介は次の人にパスします。全力応援アルビビビビをご覧の皆さん、こんにちは、渋田レオンです。この番組は QVC の提供でお送りします。今回はチームを率いるキャプテン、渋田レオン選手です。頼れるキャプテンにはこちらの企画、24秒で教えてこの選手、本当はこんな人。ボックスをご用意しました。この中から引き当てた方のご紹介をしていただきます。またご紹介はショットクロックと同じ24秒以内にお願いします。渋田選手が選んだのは玉木翔吾選手でした。玉木さんなんですけど、まず猫がめっちゃ好きで、あとゲームもよく家でよくするみたいです。でご飯よく食べに行くんですけど、ご飯食べてるときはもうずっとご飯よりも水飲む量が半端なくて、多分1回の食事で2リットルが飲むんじゃないかなって思います。もう何回も何回もおかわりしてるんで、すごいよく飲むなと思いながらいつも一緒にご飯食べてます。意外な一面が知れました。続いて選ばれたのは、うわぁ、ダミロラや。どんな人ですか？ダミロラはもう毎日ウェイトルームに行ってますね。毎日トレーニングして、体重が確かシーズン始まる前と今では、8キロぐらい筋肉で増えたって言ってました。でもフィジカルが強い選手で、自主練も毎日欠かさずやってる、バスケット大好き少年っていう感じです。そんな感じです。ボサク選手かっこいい。渋田選手、素敵なご紹介ありがとうございました。続いての企画はこちら、よし、始まりました、レオンです。じゃあ今日はね、はい、レオンをやっていきたいと思います。渋田レオン選手に関するクイズを5問出題。正解数が多い方にレオン王の称号が与えられます。挑戦者は仲良しコンビ、杉本天翔選手と小池文也選手です。自信のほどはいかがですか？レオンのことは何でも分かってるつもりなんで、天翔王に引き続きね、やってあげたいと思います。天翔王1位だっけ？違う、お前ビリだよ。そう頑張ります。それでは第1問、渋田選手の子供の頃の夢は？これは別に俺がふざけてもいいんですよね。何でもいいんですよね。そこも当てなきゃいけない。そうそこを管理しなきゃ。そんなんさ、簡単いいんでしょ。でしょ、俺も簡単だったもん。レオンの、小さい頃の夢、サッカー選手。仮面ライダーなるほどね、確かにワンチャンあるかなって。あれだよね、やっぱりそう、ね、スポーツ、はい、スポーツやってたから。あ、なるほどね。そうかな。ちなみに俺サッカー一回もやったことないわ。じゃあアウトだよ。じゃあアウトは。仮面ライダーは？なんかちっちゃい時って憧れるじゃん。そうですよね。かだから俺ウルトラマンになりたかったです。あ、なるほど。正解はバスケ選手。そんなんいいじゃん。僕小1からバスケットやってたんで、当たり前だよ。それはもうずっとバスケ選手になりたかったなって思ってますけど、仮面ライダーはちょっと確かにね、ユーモアがあってよかった。俺も仮面ライダーにすればよかった。渋田選手、子供の頃からの夢を叶えるなんてかっこいいですね。第2問、渋田選手の思う杉本選手に直してほしいところは？俺もこれかな、ワンちゃん。相変わらず仲がいいですね。渋田選手も OK ですか？それでは回答オープン。すくすく言うところじゃあ次僕、ゆぐゆぐゆぐだろ、お前毎日言ってますよ、ゆぐ。じゃあお願いします。正解は雑ないじりまあまあ確かにね、まあ確かにね、それは雑にいじっちゃうと。でも俺もそれかと、すくすくは確かに出て最近来てるから。最近言ってなかったもんね。
正解ですが、なんだか楽しそうなので OK です。続いて第3問、渋田選手の思う小池選手の可愛いところは、俺が可愛いと思ってるところですよね、書いてること。いや俺は分かるよ、もう俺も分かったよ、お前の顔見て。分かってんだからじゃあ俺から、レオンが、小池の好きなところ、はい、絡みやすい。あーね、違う、まあ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 絡みやすい。動画？ああ、俺それ書こうとしたわ。ほっぺが赤いとこ書こうとしたわ。でも違います。マジか。正解は、あ、俺人懐っこい。書いてた。でも絡みやすいと人懐っこいはこれ。ちょっと違うからね。いや、いいんじゃないですかこれ。俺書いてたそれ。いや、俺もなんか。じゃあレオンハンターだからこれいいか悪いか。絡みやすいはこれ1ポイントあります。ありがとうございます。1ポイントして。そう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 。これやめろ、これ。これ。人懐っこいところですね。杉本選手1ポイントゲット。第4問。渋田選手の似顔絵を描いてください。難しいな。似顔絵ってむずいよね。二人とも悪い顔してますわ。じゃあ、僕が、渋田君を描きました。似顔絵はこちらです。特徴のこの前髪、このサラサラ系、ちょっと眉毛がちょっと濃いところ。あ、確かに、ね、ここ特徴に。確かに確かに。ピンポイントで僕は見せました。眉毛をね、眉毛をが横線だったわけね。そうそう、なるほどね。これを一番濃くしよう。これはこれこれえ、やばいやつやん、お前。割とさ、こう、わかる。確かにね、なんかこうね、髪のね、この感じをね、でこう、今眉毛浮いてるじゃん。そういう感じもね。で、あとこうなっちゃった。お前、それマイナスポイントだよ、そういうの。いやそういうマイナスポイント。お願いします。俺は小池選手、悪意があったので、ねえ、小池これなかったら今優勝。当たり前です。ちょっと皆さん、視聴者プレゼントしますので、あの黒星1つ、視聴者プレゼントでウェブに、この、ここに概要欄まで貼っとくんで、こちらです。うっちゃくちゃくする。杉本選手、1ポイント獲得でリード。小池選手、追いつけるのか。最終問題、渋田選手の好きなところを3つどうぞ。いやー、多分全部当たるのは無理じゃないですか。これ俺チョイスしますよ、だから。はい、俺を気持ちよくさせたらあげるわ。はい、いじけふざけ入ってたから、それはもう手あげないからね。それは落とさないよ。お前面白く、面白くなってたから、面白くいいよ。優しい、髪色がいい、料理がいい。ああ、お前ちょっとアンパいってるね。お前アンパいってるね。お前バニラアイスしか食わないタイプだ。いや、めっちゃお前ちょっとミックスとかいかないタイプ。全然レオンのこと分かってないっす。じゃあ僕、いや、コーヒー大好き。はいはいはい。私、キャプテンとしてチーム引っ張ってくる。で、最後に、うるせえっす。特に朝、みんなね、あの朝、例えばアウェイの移動、朝とか、あの朝練だったりするんですけど、みんなちょっと、まあちょっと眠たく、まあ良くないんですけど、行くときにレオンだけ一人だけ、おはようテンション、うるさいんですよ、これ。これが一番大事っす。うるせえ。ここで、これ、レオンのこと分かってるの、これ。でもテンションもたまにテンション高い日があるし、朝たまにテンションは割とおはようって来るよ。あ、来るよ。で、俺のオフの後ちょっとお願いできる。まあ、自分寝てるんですよ。寝てって、まあ寝てってこう入ってきて、小池、おはよう、おはよう、おはようってやってくるんですよ。急に小池、おはよう。渋田選手、気持ちいい回答をお選びください。うわー、どうしようかな。3つ選ぶ。髪色がいい。ありがとう。嬉しい。髪色特徴ですからね、渋田君。特徴ですか。料理がうまいもん。ありがとう。ありがとう。うわー、いくねー。これ同点ですね。最後、最後、うるせえでした。最後はウルセイの勝ちです。なんと今回レオンを1位、杉本選手です。おめでとう。
負けてる。あ、負けてる。でもチーム全員が思ってることっていうのを代表して言ってくれたんで、まあ、愛のある指摘、はい、しっかり受け止めました。それでは渋田選手、罰ゲームの発表をお願いします。ファンの皆さんが一日頑張れるようなあの一言を添えて、朝ストーリーに投稿して、ファンの皆さんの、朝の出勤とか通学の時間をこう勇気づける一言、1週間、はい、しかも自撮り付き自分たちは投稿してる。以上レオでした。小池選手の罰ゲームストーリーがこちら。元気になる投稿ありがとうございました。さあ渋田選手、次回のゲストの発表をお願いします。次はパク・ジェヒョン選手です。踊りながら自己紹介お願いします。パク選手のダンス楽しみです。新潟アルビレックス BB の今後の試合日程はこちら。選手たちに超越熱いエールを送ろう。全力応援ハルチュン BB。 長岡市三沢にあるゴッサムダイナーからお届け。ハルチュン VS リリカちゃんオリジナルハンバーガー対決と題して、前回の放送では思い思いのハンバーガーを作っていただきました。今回はいよいよ商品化するハンバーガーが決まります。勝つのはどっち？判定していただくのはゴッサムダイナーのオーナー倉重孝信さん、そして子供たちとも大の仲良し新潟アルビレックス BB の木村圭吾選手です。まず最初に私が作ったハンバーガーを紹介します。私が作ったのは BB バーガーです。ありがとうございます。ベーコンとビーフで BB となっております。アルビレックス BB じゃないですね。あ、そちらもかけてます。あカットでお願いします、はい、いただきます。こんなカメラ向けられて食べたこともないんで、燃えなくてない。こっちに燃えない。判定は味と見た目それぞれ10点満点で評価していただきます。それでは木村選手から発表をお願いします。こちらになります。見た目10、味10です。ありがとうございます。そうですね、やっぱ見た目がやっぱ美味しそうなハンバーガーだなっていう印象でした。色合いもよく誰が見ても食べたくなるんじゃないかなっていう風に思いました。僕チーズ結構好きなんで、モッツァレラチーズ入れることによってちょっといい感じです。続いて倉重さんお願いします。僕は見た目8、味8でした。もうちょっとチーズ入れればよかったなっていうのがありました。あとモッツァレラチーズとチェダー両方入れてもよかったかなっていう気もしました。 BB バーガーの点数は36点でした。今回私が作ったのは好きなもの詰め込みバーガーです。私が好きなものを詰め込んだので多分好きかなという感じです。絶対美味しいです。いただきます。いただきます。かけます。早い、食べ過ぎですよね毎回。ジジイやから味覚がさ、いっぱい食べるの大事だと思いますよ。倉重さんから発表をお願いします。僕の点数は10点、10点でした。やったうまい。普段あんまり照り焼きチキンにチーズとか入れないんですけど、チーズも意外と合ってて、鶏と卵バランスが良くて美味しかったです。すごい専門っぽいですね。専門っぽい。ありがとうありがとうございます。このバーガーについての点数は、10点、10点です。やったー。
照り焼きとかにチーズが乗ってるっていうのは普段あんまり見たことないんですけど、味も卵と絶妙にマッチしててよかったです。ということでリリカの合計は40点ということで、勝者はリリカ。やったー嬉しいです、めっちゃ。いや、よかったです、美味しいです。見事勝利を収めたリリカちゃんには、木村選手の大好物わさびバーガーをプレゼント。お味はいかがですか？バーガーしか届いてない なんか普通のわさびじゃない感じがして、あんまり辛くなくてめっちゃ美味しいです。そうですね、さっき言われてたみたいに、わさびバーガーなんですけど、本物のわさびみたいにすごいツンツンするわけじゃなくて、あれですよね、アボカドが入ってるんですよね、が入ってるんで食べやすいですし、ちょっと辛みなんかツンツンするのもあって僕が好きですね。毎回、ほぼ毎回来たら食べてます。ブースターの皆さんもわさびバーガーぜひお試しください。今回の活動報告は以上です。倉重さん、木村選手、そしてリリカ、ありがとうございます。次回もお楽しみに。ありがとうございました。子供たち可愛すぎる。そしてリリカちゃん考案の好きなもの詰め込みバーガーは4月15日から5月7日までゴッサムダイナーで販売決定。皆さんぜひお出かけください。プレゼント情報、新州戦の観戦チケットを2組様に、さらに渋田レオン選手サイン入りブランケット、杉本天翔選手、小池文也選手直筆イラストをそれぞれ1名様にプレゼント。 LCD ホームページよりお申し込みください。チアの部屋へようこそ。アルビレックスチアリーダーズ2年目の結城瑠奈です。今回はメンバーからの質問に答えていきたいと思います。まず1つ目の質問はルーキーのキラちゃんからです。三条のおすすめスポットを教えてくださいという質問をもらいました。これから桜の咲く時期はトリムの森というところがおすすめです。私も今年はお花見をしに行きたいなと思っています。2つ目の質問は3年目の佐藤さんからです。なぜスノーボードが上手なのという質問をいただきました。ありがとうございます。実は幼馴染にスノーボードがとっても上手な子がいて、その子と小さい頃は毎週のようにスキー場に行ってたので滑れるようになりました。以上、結城瑠奈でした。またホームゲーム会場などでお会いしましょう。バイバイ。この番組は QVC の提供でお送りしました。全力応援アルビ BB をもう一度ご覧になりたい方は LCT 公式 YouTube LCT コネクトバスケットライブでご覧いただけます。ぜひご活用ください。お二人の選手をお迎えしたいと思います。まずは背番号10、今シーズン新加入にして圧倒的な存在感を発揮している杉本天翔選手です。どうぞ。そしてもう一方、背番号77、特別指定選手として加入した新潟県新潟市中央区出身、小池文也選手、どうぞ。さあ、それでは皆様、今一度お二人の選手どうぞ大きな拍手でお迎えください。ようこそお越しくださいました。皆さんこんにちは。今日は、来てくれてありがとうございます。今日はなんかそのフリートークがいっぱいあるみたいなんで、思う存分楽しんでてください。僕も楽しみます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。杉本選手に
見習っていっぱい喋っていきたいなと思ってます。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。なんかお二人とても仲がよろしいとお伺いしたので、せっかくなのでお互いがお互いのことを紹介してほしいなと思いますので、まずは杉本選手から小池選手をご紹介ください。小池なんだっけ、ふみやです。あのみんなにはあの文とか、はいはいはい、小池とかいっぱい言われてます、うんうん、はい、あの今年特別指定で新しく入ってきて、はい、あのもうチームにも前よく馴染んで、でなんかその頑張ってます。まだあの1月からの合流で、はい、あのお二人のお付き合いもそんなに長くはないんですよね。あけどあのやっぱり練習前と終わりの、はい、その自主練習みたいのやっぱあの多くやってるんで、はい、なんか他の選手よりかはその絆っていうかその仲良くなっちゃったみたいな、はいはい、今だったら後悔してますそんなこと言わないでくださいめちゃめちゃ怖い人だなと思ってたんですけど、ちょっと絡んでみたらもう本当になんかお兄ちゃんみたいな存在で、はいはいはい、まあ、いつも怒られるんですけど、あの一緒にいて楽しい先輩ですし、プレーもあのシュートすごい得意なので、まあ、自分もこう見習っていきたいなと思ってて、はい、はい、ありがとうございます。あ、やっぱり仲はよろしいんでしょうかね、プライベートの時から。あ、そうですね、あの今いるチームメイトだと一番一緒にいるっていうか、はい、あのご飯も一緒に食べたりしますし、あの時折お家に泊まったりとか、長岡 の, あのおすすめのとこだったりとか、はいはい、あのあとは2人でよく YouTube 見てます、うん、あ、そうなんですね、はい、まあ、ほぼ見させられてるんですけどそこでも関係性が出てますね、はい、逆にお二人仲がよろしいと思うんですが、ここはちょっと直してほしいななんて思う部分、杉本選手ありますか、小池選手と。いや、まあ、生活だったらあのたまにさっき泊まりに来るって言ったんですけど、はいはい、こいつなかなかあの自分のゴミ捨てないですなんか子供みたいな、はい、あれになりましたけど、あの食べたからとか置きっぱなしにしちゃったりするんですか。いや、食べたから飲み物ペットボトルとかなんかそこらに放置してるので叱ってますそこはちゃんと教育を先輩としてしてるんですね。小池選手いかがですか、杉本選手に。あの言いづらいですよねあの泊まるんですけど、はいはいはい、であのシャワー入るときに、はいはい、あの冷たくなるやつあるじゃないですか、押さないと。あ、はい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 、あのスイッチですか、はい、そうです、自分が入ってるとそれ消されてもうなんか水のままで入ってる。鬼じゃないですか。しかも冬場だったら、ね、はい、新潟長岡ではかなり辛いですよね、はい、であと電気も消されてでそれがまだ1回だったらいいんですよ、はいはいはい、何回もやられるんですよ、自分がまたつけてそしたらまた消されてみたいな、それの繰り返しです。なんかこう男の子のね、兄弟喧嘩みたいなそんなレベルなのかななんて思って聞いていたんですけど、まあそれも仲がいいからなのかなということですよね。でもそんなお二人にせっかくなのでお互いの好きなところを教えてください。これ何のねトークショーになってるのかって感じですけど。なんだろうな。なんだろう。あ、本当に弟みたいな感じで。うん、はいはい。はい。何も考えなくてもいいみたいな、うんうんうん、気楽な存在です。うん、小池選手いかがですか。まあ、自分もお兄ちゃんみたい な, なんか感じで、うんうん、まあ、その気を使わないっていうか、はいはいはい、まあ、いい意味で気を使わない感じなので、うんうん、頼りやすい甘えやすい感じですかね。 ではそんなお二人に続いて、まあ、バスケのことだったりアルビ BB についてもお話をお伺いしたいと思うんですけれども、お二人は小さい時からバスケットボールをされていたんですか。杉本選手まず3つ上に姉がいて、はいはい、それで始めました。お姉さんもされてた、はい、ってことなんですね。最初からお上手だったんですか。いや全然ですけど、やっぱり練習いっぱいして頑張りました。何かその上手くなるまでに練習を頑張るきっかけとかあったんですか。お姉さんがいたとかも含めて。いや、なんかお姉さんっていうよりかはその同じあのミニバスの先輩があのかっこいいなんか上手い人がいたんですけど、はいはい、その人に憧れてなんか追いつけるようにっていう、なんか自分の中で目標を決めてやってました。身近にそういった憧れの方がいたんですね。小池選手はいかがですか。小さい頃はどんなスポーツされてました。自分も姉と兄がいて、はいはい、バスケやってたので本当はサッカーしようかなと思ってたんですけど、はいはいはい、バスケにしました。バスケットボールの魅力って選手のお二人からとってどんなところだと思いますか。
まあ、あのシュートが、まあ、得点がこう、まあ、入るっていうか、はいはいはい、まあ、そういうなんかハイテンポなテンポがいいスポーツなので、はい、まあ、そこは魅力かなと思ってます、うんうん。さあ、そして、せっかくですので今お二人長岡にいらっしゃってちょっと長岡のことについてお伺いしたいなと思っているんですけれども、休日長岡で、まあ、なんかどこでまで行っちゃうと難しいと思うんですけど、どんな風にどこ行ってます、何して過ごしてますっていうところに。新潟ぐらいだったら、あ、そっかそっか、新潟にめちゃめちゃいいとこありました。この間行ったんですけど、はいはい、小池の実家に行きましたそうなんですね。で、あの小池 の、はいはい、あの両ご両親に、はいはい、挨拶して、はいはい、っていう、あ、あそこにあの僕がなんか落ち着くとこでもありますし、なんか行こうぜって言っちゃいますなんか、ね、結構あれなんですか、前々から決めていたとかではなかったんですか。いや、なんかその荷物なんちゃらなんちゃらとかなんか言ってて、うんうん、でついてきてって言われたんで、うん、でついてってたんですね、はい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 、そこで、それで初お父様お母様にご挨拶をされてきたわけですね、はい、そこでじゃあ、まあ一緒にお茶飲んだりご家族とも一緒に過ごされたんですか、小池家の。なんかお父さんとずっと喋ってましたさすが誰とでもあれですね。でもなんか家に入る前にこう自分がこう普通は先行くじゃないですか、こう開けたり、はい、じゃなくてもうピンポンも押さずに、うん、ガチャンただいまとか言って入ってってなんかびっくりしました。もう親御さんも驚いてました。はい、なんかもう来るなら言ってよって言われました。そうなりますよね、はい、びっくりですよね。まあでもね、きっとくつろいでお過ごしだったんでしょうね。ちなみにこちら、あのリバーサイド選手は来たことありました。あ、なんかあの割と来ます。あ、この間もちょっと洋服とか買いに、はいはいはい、小池がの付き添いで行きました。本当に仲いいんですね。僕ちょっとこのズボンとかそういうの好きなんで、はいはい、ズボンいいのああをちょっとこ、うんうん、選んであげました。それお気に入り の、 あのズボンになりました。はい、もうあの早速来ました。あ、今愛用して履いていると、はい、じゃあリバーサイド選手にもお越しいただいているんですね。ありがとうございます。さあ、それではシーズン終盤に向けてせっかくですので意気込みをお二人から一言ずついただきたいと思います。まあ、チーム一丸となって本当今勝利に向かってまあ、日々練習だったりとか取り組んでいるんですけど、はい、あのやっぱり本当一勝が欲しいというか、その、うんうん、まあ、一勝でも二勝でもやっぱり勝って、はい、まあ、残留というところが今あるんで、うん、やっぱそういったところを目指してやっぱファンの皆さんと一緒に、はい、戦っていきたいなと思います。はい、そして小池選手お願いします。まあ、B1 残留というのは、もちろんなんですけど、まあ、個人的にあのまあ、まだ、初得点決めれてないので、まあ、1秒でもプレータイムを、多くもらって、はい、決めたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。さあ、短いお時間ではありましたが素敵なお話をたくさん聞かせてくださいましてありがとうございました。ぜひね、アオレ長岡にも、今現在ファンの皆様以外にも応援にお越しいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。